おはもにん、どうもなつめくです。どうもなるみです。お便りがいっぱい来てます。はい、1個目、こんばんは、本日誕生日なんです、おめでとうメッセージ希望。質問、お二人はこれまでもらったタンプレで記録に残る嬉しかったものは何ですか？私は今日子供たちからもらったプレゼントが印象的で、可愛く包装された薄い長方形の形、タオルとかエプロンとか想像してあげたらうなぎでした。高級品やんそれ。近所のスーパーで買える2000円ぐらいのやつ、ママが好きなものってことで2人で相談して買ってスーパーで梱包してもらったそうです。面白かったし嬉しかったし、センスあるんやと思ったプレゼントでした。長文失礼しました。お二人の誕生日プレゼントも楽しみにしております。ラジオネーム、しょうこさんです。ありがとうございます。しょうこさん、ありがとうございます。薄い長方形の形っていうのが面白くて、ここで切ってやろうかと思ったんで、ダラララッタって入れようと思ったんだけど。え、お子さんから来たプレゼントがうなぎって、また洒落てますね。いいね。いいね。洒落てるね。年齢によらない？翔子さんが80ぐらいで、うん、お子さん60ぐらい。あの、高齢化社会のね、社会問題になってますけど、そうなると思うね。うなぎで今年はどうじゃつ。いや、いいね。お母さんが好きなもんでうなぎってさ、そうなる？よっぽど好きそうだったんじゃない？もうちょっと手前に花とかなんか、うん、あるよね、うん、アイスクリームとか、もっと無難なものが絶対来るしさ。なのにそれ押しのけてうなぎ来るってことは、この翔子さんって相当うなぎ食ってるよなって気がするし、うん、インターネットではそういうの怒られますからね。うなぎとかちょっと今絶滅するかもしれないんで、あんま食べちゃダメですからね。いや、もう僕らどんぐりとしてもそれは推奨しないですからね、うなぎを食べるなんてのはね。そうだそうだ。いや、でもいいっすね、お子さん2人からうなぎがもらえるお母さんってのはね。いいね。嬉しいんでしょうね、これきっとね。センスあるわ。いや、なんかこれ羨ましいなと思ったのは、うん、お母さんへの信頼があるじゃん。あの、家族間が仲良くなかったりとかさ、何を渡してもお母さんは笑ってくれる、喜んでくれるっていう信頼があるから、こういうことできるんだよね、うん、こんなものいらないとか、こんな例えば高いもの買ってもったいないとかさ、言われちゃうかなと思ったらこういう行動できないじゃん。だからお母さんが普段から肯定してくれてんだと思うよ、行動を。そうかもしれないですね。うん、いや、それめっちゃいいなと思った。うん、羨ましい。いいっすね。夏目さんがこれまでもらったプレゼントで、誕生日プレゼントで記憶に残る嬉しかったものは何ですか？覚えてないんだよな、誕生日プレゼント。なんか覚えてるかな。いやー、覚えてないな、誕生日。いや、これ過去に渡した人敵に回すよね、もうこのエピソード。いや、あるけど、なんかあるでしょ。なんかあるけど、何があるだろう。なんだろうな。え、あります？なるみさん。僕最高に嬉しかったのが、これ前も言ったかもしれないけど、ゲームボーイだね。え、聞いてない。え、小学校3年生の時のゲームボーイ最高に嬉しかったな。へえ。一番嬉しかったゲームボーイもらったの、お父さんに。僕ゲームボーイなぜかあれ持ってたけど、なんで持ってたんだろう。あれ買ってないと思うんだよな。僕は小3時のゲームボーイってもうすごい、お弁当箱みたいなやつでしょ。すごい発明でさ、もうさ、白黒のやつでしょ。白黒のやつ。今まで誰かん家に行ってゲームしたんだけど、それが外でみんなにできるっていうのもすげえ楽しくてさ、ゲームボーイ買ってもらったっていうのはめちゃめちゃ嬉しかったね。いや、なんだろうな、なんか僕あれはクリスマスとかだったかもな。なんか野球のグローブとかもらって、うん、別にそんなに欲しくなかったけど、これ喜ばないと申し訳ないなと思って、わー嬉しい、ありがとうって言ってた記憶めっちゃあるな。それ小学校低学年か幼稚園、小学校低学年1年生とかだったと思うけど、なんかそんなことばっかやってたな。いや、これいらんけど、これ喜んだら親喜ぶなと思って、わーいっていうのが、うん、なんかそういう記憶しかない僕。何それ、リクエストしないんだ自分で。じゃあ最初の頃は、うん、いや、なんかうちはそういうのしてもあんま通らない家だったから。おー、そうで買ってもらったの別にそんなにだったけど、わーい、うん、ありがとうって言って、そうしたらなんかみんな喜ぶなと思ってた、ずっと幼稚園ぐらいから。なんでちょっとそんな闇を感じられそうな。マジでなんかそんな記憶しかないんだもんな。そうなんだ。いや、あんのかな、もう忘れちゃっただけかも。いや、マジで覚えてないの。うん、なんか少し話違うけど、うん、例えば彼氏彼女夫婦とか、まあ家族とか、誕生日だけめっちゃ派手にする人僕違うと思ってて。ほう。いいのよ、もう。じゃあ、まあ、誕生日ほどじゃないけど、もう毎日が誕生日ぐらい、なんか買ったりはしなくていいけど、うん、ちゃんと丁寧に優しくするべきだと思っており。あ、すごい正論言うね、それね。正論なのかな、どうなんだろう、正論か。でもそれは正論じゃない、だって。そっか。一日一日が貴重といえば貴重じゃないですか。そうそう。明日あるのか分かんないんだから、日々大切しなきゃいけないんじゃないですかっていうのは分かるけど。けどね。言うても誕生日っていうのがあっていいんじゃないのって気もするけどね。そうかそうか。うん。いや、誕生日僕あんまり覚えてないけど、なんかあの、
当時付き合ってた人とかで、うん、僕が今みたいなこと言って、だから他記念日は何もしないんだよっつって、でも誕生日ぐらいは多少はねみたいな話になってたんだけど、まあなるよな、うん、今度沖縄に魚釣りに行くわみたいな感じで、いつこの週っつって、えそれ誕生日なんですけどつって、あお前誕生日ぐらい他の記念日何にもしねえから誕生日ぐらいはやるっつってたのに、お前そこすらもうかよっつってブチ切れられたことあった気がする。でもそれ考えるとさ、いやいいじゃん、ただの生まれた日なんだからみたいになるよね。いやそれはわかるよ、でも誕生日なんてどうでもいいよってなるよね。あけどね、いやめでたいと思う気持ちもわかる。なんか誕生日ってさ、みんなばらつきがあるじゃん当然、うん、人それぞれ違うじゃん、うん、ばらつくからなんか面倒なわけじゃないですか。あこの日だったんだみたいになるわけじゃん。日本人の誕生日決めちゃえばいいんだ。1月1日みたいに。それどう、めでたいのかな。あまあでもあれか、確かにそれいいかも、会社全部休みにすればいいんだもんね。そうそう、で祝日にしちゃってさ。みんなが日本人はこの日誕生日だから、この日にまとめてやろう、天皇誕生日みたいな。そうそうそう、その方がなんかいざこざが起きないよね。あーそれはそう、そうしたらさ確かに忘れないじゃん。忘れない。でお互いが誕生日だから一日で済むじゃん。確かに、一人一人誕生日は違うってすげえバグみたいな世の中だよね。あとよくあるのが、例えば中学高校かな、うん、とかが始まった時に、大学とかが新しい1年、特に1年生だね、始まった時に4月5月生まれの人はすごい祝われるんだよね、友達同士で。新しい友達だからさ。あもう新しいからね、そうそう新鮮だもんね。そうでも4月の1週目ぐらいはまだもう、うん、まだ入学しなかったですんだけど、まあ、5月、うん、ゴールデンウィーク明けぐらいの友達とかかな、とか4月末ぐらいの友達は祝われるんだよねめっちゃ、うん、でもだんだんインフレしてってさ、もう年末なんて祝わないよ。ちまだいいのかよみたいになるから、ね。僕が昔アフリカのウガンダで仲良くなった人たち Facebook のフレンドで、うん、何人か1月1日が誕生日で、うんうん、なんでなんか1月1日多いねって言ったら、みんなまとめて申請してるって言ってた。正しいじゃんやっぱそれが。でだから、うん、しかも、うん、3年に1回ぐらいまとめて申請してるって言ってたから、3歳の子もさ誕生日がバグ、あのみんな生年月日が一緒ね。すごいねそれ。だからいいよ、3年に1回違いすぎた申請するってすごいね。だからさ、3歳の子がさ、あの0歳として多分申請されてるね。よくない？いやそれぐらいでいいじゃん。だからよくさ、なんかちょっと、うん、賢い大学から賢い会社行った人たちがさ、マクロの数字がどうしたって、人口動向がどうしたとか言ってるとき、僕めっちゃバーカって思ってるもん、うん、あのその人口の数字は間違っているって。3年に1回しか申請しない。そうそうそう。申請し、ね、申請しない村もたくさんあるみたいな。めっちゃおもろいよね。そう、うん、ああなんかアフリカってそういうのでいいなと思って。日本もやっぱ3の倍数の年だけ申請できるようにすればいいんだよ。なるほどね、修正届をさ。それでもあれだよ、なるみさんがあの高1の時に高3の人とかと一緒に体育やらなきゃダメなんだよ。それもうなんかちょっと体格いい人がすげえいるんだ。そう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 。小1と小3とかさ、0歳と3歳とかもうやばいよ。全然違うよね。あのミルク飲んでおしゃぶりしてて動けなくて寝返り打ったとか言ってる横でさ、多分あの走り回って歌歌ってるよ。やばいね。甲子園に最大21歳の子が出てこない。3年目の、3年目の松坂でしょ。うん。もう無双するからな。ダメだ。やっぱ、整えよう。1年ぐらいせいぜい整えよう。あの、早生まれとかはギリ許そう。そういうのは。なんか。だから4月に始まって、3月に終わるわけじゃないですか。うん、年度っていうのが。うん、だから10月1日にみんな申請でいいんじゃないの。まあ、そんぐらいがいいね。うん。年に1回。でもそれ10月生まれの子は体格良くて。9月生まれの子は体格悪いみたいになっちゃう、ね。まあまあまあ、しょうがないよ、もうそれはね。ね、しょうがない。未だにあんだから、それは。だって、4月、3月で。はい、翔子さん、はい、お便りありがとうございます。で、あれよ、誕生日おめでとうメッセージ希望って言ってるよ。そうか、そうか。翔子さんのいいところを、成美さん教えてください。翔子さんはね、いつもやっぱ笑顔は嫌い。笑顔でしょ。うん、そう思う。周りを明るくしてくれる人なんですよね。ああ、それは思う。うん。裏ドンの人だからね、顔わかるけど。そうですね。あの人、いつも楽しそうで、あの人と一緒に、暮らしたいわ。なんか家にいてほしい。暮らしたいまで行くんだ。え、家にいてほしいじゃん。いやそうだね、一家に一台欲しいよね。うん、カウントが台なのか人なのか分かんないけど、そうね、一、うん、台欲しいね。そんぐらい翔子さんっていうのはね、明るく楽しい方だね。うん、うん、もうなんかそのサバサバしてるし、なんだっけ、裏ドンでいらっしゃいいらっしゃいみたいなやるときに、え座ってく入ってくみたいな、あの距離感の取り方僕好きだよ。そうっすね。うん、そんな
しょうこさんが誕生日らしいです。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きまして匿名希望さん、サイゼリア松屋スターバックスに最もふさわしいタグラインキャッチコピーをつけてください。なんぞこのお便り、新しいな。おめでとうございます。タグラインキャッチコピー、松屋はねあるけどね、なんだっけ、みんなの食卓なんだっけ、そうそう、みんなの食卓で会いたい松屋っていうのありますね。サイゼリアは何、サイゼリアないんじゃないかな、今んとこ聞いたことないな。嘘だろ、嘘だ、え今、なるみさん、サイゼリアキャッチコピー、なるみさんってさ、あの AI による編集みたいなやつ出る、検索結果の上に。出ない出ない、そういうの入れてないと思う。あ、本当に Google がなんかデフォルトで。あ、そうなの、出てこないよ。あ、そうなんだ。何これ、いや絶対違うだろこれ絶対違うやん。これガーミンだっけ、なんだっけ、あのなんなのこれ、あのグーグルジェミニでしょ、ジェミニか、あのグーグルジェミニ、こんなこと言うの。僕のねクロームはデフォルトで検索すると一番上にジェミニが要約したのを出してくれるのよ、あのチャット GPT みたいな。ジェミニ絶対解除した方がいいよこれ。で僕がそのサイゼリアキャッチコピーで検索したら一番上にグーグルがサイゼリアのスローガンはピンチをチャンスにです。絶対違う。嘘だろ、どこのベンチャー企業のキャッチコピー出してんだよこれ。ひどいなこれ、めっちゃ面白い。なんでピンチをチャンスになんで。あー、あれだね、どっかの記事でサイゼリアが大変だった時に社内でピンチはチャンスにって言って、はいはい、いろんな施策やりましたっていうのを学習してそれ選んできちゃったんだ。うん、いやなんかもう AI の限界をもう感じさせるような回答でもなんすか。じゃあサイゼリアに新しいキャッチコピーつけるとしたら、ピンチをチャンスに、で松屋はみんなの食卓になりたい、はい、スターバックスはサードプレイス、うん、それでいきましょう。はい、次いきましょう。一番好きな時間について教えてください。ラジオネーム匿名希望さん、何をしている時が一番好きですかってことですかね。はい、私最近はですね、うん、夜寝る前にビールを飲みながら YouTube で将棋放浪記を見てクイズノック見てる時が幸せです、好きです。ただ、うんうん、それによってちょっと最近毎日そのルーティンしてたら、うん、まんまと太りました。え、なんで、え、今までそんななんかね寝る前にビール飲んでた、あ、夜中だから、うん、あんましてなかったんだけど、うん、太ったね、見事に太った。いやもう太る年齢来ちゃってんじゃん、だって。まあそういうこと、そういうこと、だからちょっとね何らか動かないと。うん、そう。でもなんかあれなんだけどな、東京駅ぐらいだったら後に予定なかったら僕歩いて渋谷まで帰るんだけどな。まあでもそういうのをさ毎日やんないとダメだよね、たまにやったところでなっていう。そうなんだよね。これな、うん、そうなんだよね。なるみさんの一番好きな時間はどんな時間ですか。僕最近すごい一番好きなのはね、ポッドキャストを聞きながら料理を作るですね。ほう、料理作るのすごい好きなんですよ最近。ほう、でダンチューとか買ってさ毎月で、ダンチューっていろんな有名なお店の看板料理のレシピを載ったりするんだよね。うん、それ自分ではもう到底手が届かないであろうみたいな料理についてもちゃんと詳しく付き方載ってるから、うん、まあどんぐりでも他のポッドキャストでもそれを30分とか聞きながらちゃんと一個一個レシピに沿ってちゃんと作り完成していくっていう手順踏むのがすごい好きなんですよね。なので音声コンテンツを楽しむと同時に料理を作り普通にちゃんと完成するので楽しい、美味しいみたいなのがすごい好き。なるほどね。はい、そんな感じで、はい、どんどんお便りいただければと思います。お便りありがとうございました。ありがとうございました。いや、あれ、分かった。サイゼじゃない？サイゼはね、ピンチはチャンスじゃないだろ、絶対。確かにサイゼはピンチ。分かるわ。何がピンチなんだよ。全然分からん。もう、Google に聞いてくれ。それさ、
年収もう5000万とか1億とかのさ、うん、年収の人たちが50人とか100人集まってプログラミング書いてさ、ね、出た結果がこれですよなんかちょっと人類無駄な方向行ってない？うん、昔はその人たちがトヨタで車作ったりさ、なんかそういうことやってたのに、美味しい料理作るとかしてたんかもしれないのに、そのすんげえ頭いいやつがバカをバカにするのに時間使ってる感じしてやだよなんかねそう、これ比喩っぽく聞こえるけど本当に多分これ作ってる人たちってもうそんぐらいの給料もらってんだよね。まあそうだよね、うん、の人たちが100人とか集まってさサイゼリアのキャッチコピーはピンチをチャンスにですって出してんだよ何をしてるの。なんかその間お母さんに花買ってあげな、その方が絶対世界の幸福度上がるよ。もうその実家にうなぎ買ってあげなよ、もう、ね、実家に電話したりうなぎ買ったりやしな、その時間帯いらねえよ、いらねえよ、ほんといらないよ、もうね。百科事典で検索しろ、もうなんか、うん、Google 使うな、もう。